天道市立図書館は山形県天道市にある公共図書館である。1973年3月23日に条例を制定し、前年の市役所庁舎の新築移転によって空き家となった旧東村山郡役所の一部を利用して図書館を設置、1973年6月13日に開館した。遠隔地での図書館サービスは、 山形県立図書館の自動車文庫山並号を利用して行われた。1981年12月には自動車文庫舞鶴号が導入され、遠隔地サービスに貢献した。しかし、図書館の立地が悪いこと、駐車場の狭さ、建物の古さなどから利用者数が減少していった。1983年7月1日、現在地に新築移転された。 鉄筋コンクリート作りの2階建てであり、屋根は大屋根を採用している。1階は利用者が利用する開花書館や新聞、雑誌のベ地コーナー、自動書コーナーなどに、2階は機械室と閉花書庫になっている。バリアフリーのため段差はない。日本図書館協会建築賞受賞。小学校や公民館に月1回から2回巡回する移動図書館。 マイズル5のサービスや、中学生と高校生を対象にしたティーン s ブックという読書サービスやイベントを行っている。貸し出しサービスは、利用者カードを持っている人を対象に行っている。利用者カードは、天道市に在住、在勤、在学する、小学生以上の人を対象に交付されており、未就学児が取得することはできない。貸し出し点数とその日数は、 図書資料が10冊2週間、視聴覚資料が4ケース1週間と定められている。あらかじめ手続きをしておくことで自動化し出し機が利用できる。開館時間は冬季とそれ以外の季節で異なった時間が採用されている。JR 大羽本線天童駅から徒歩約15分、車で約5分の位置に立地している。天童市美術館に隣接しているほか、 市役所や天道市民文化会館が付近に存在する。ありがとうございます。